はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。新しいイベント始まったね。ちなみに前回のイベントはあれは取りやすかったね。フレンドの人たちが結構倒してくれたおかげでゲットできております。不動ライザー、そしてスサノブレイダスゲットできたね。で、ガチャで、このキャラがいたっていうのが、大きいね。漆黒丸。大きい。でも、なんだ、ガチャで、必殺技のレベルが上がるやつ、あれが出なくなって、今後どうしていったらいいんだろうかなって思うんだよね。まあ、いくつかね、ストックはあって、あと2キャラぐらいはマックスにできるぐらいはあんのよ。それからどうしようかなって感じだね。まあ、とりあえず、今日はガシャです。ガシャを行きます。ワイポが19000あるんで、まあ、できる限り回していきます。そして、SS 確定。これもね、やっていきましょう。では、まず最初、SS 確定から行きます。では、行きましょう。ほんと俺 SS しか最近出てないからね。SSS、いや。Z、ダブルゼータ、狙っていく！そんなもんですか。ほじろうくんか。ほじろうくんですか。まあ、おそらく、1年ぐらい前の、ほじろうは1年前出てないな。まあまあ、少し前の、イベントで、何か、キラーを持ってたやつじゃないでしょうかね。ほじろうくん。残念！めちゃくちゃ残念じゃん！そうか。まあまあ、次のね、ここで当てていければ、全然 OK。全然 OK です。まあ40連だね。行きましょう。ちなみに前回の漆黒丸出した時は、確定が来たから。確定。ウィスパーたちが、ウィスパーたちじゃないな。ウィスパーがなんか3体ぐらい、昇天していってるやつ。あれが出ちゃったからね。行きましょう！どうもネットで見る感じでは、あの確定演出はなかなか出ないらしいね。今回も出しちゃうよ、俺は。行きます！ 10 連目！幸先が悪い！幸先悪すぎ！もう一気に行きます。はい。ああ、いや、びっくりした。びっくりした。猫股でしょ、これ。うん、猫股の、あれか、パワーアップしたやつね。びっくりした。もう S がこう Z に見えちゃってね。幸先悪い。行きます。まあ、妖怪学園もね、アニメがもう今週で終わりだね。今週でおしまいです。なので、出てほしい、ワイ学、最高のキャラを、来たー！運良くないっすかこれ。運良くない？イベント2回続けて、もうほぼ配布のワイポで確定がポンポンと来てる。素晴らしい。これ Z 以上確定らしいからね。来い！なんだ！ダブルゼータ！どっちが来る？おっしゃーアスマン来ちゃった。マジでか。そうか。来ちゃった。ありがとうございます。じゃあ次も出しちゃおうよ。次出しちゃおう。名前なんだったっけ？ライムが変身するやつ。あっち出しちゃおう。来てないね、来てないね。ブリー元帥が来てるじゃん。はい。来ちゃった。でも、こういうアースマンだけじゃ、勝てないんだよね。だけじゃ勝てないのよ。テラノーグだ。と、人魚レディーがいないと、
そうだわ、ね、人魚レディいないとおそらく勝てないんだよな。道中で勝っていけない。うん、これはあれだね、7つの大罪の時に学んだやつだ。うん、やっぱ道中最初の間がねクリアできないとどうしようもないんで、そこにキラーを持ってる人魚レディが欲しい。いけ、おっそー、うそ、2連続来たよ。人魚レディ Z だから、え、どっち、テラどっちの方が来る。行きましょう。かぶるなよ、かぶらないでね、かぶらないで、ね、来たー来たー。これ今回のイベントもこれやばいぞ、激アツだね。人魚レディいるからこれ道中も楽になっちゃった、楽なっちゃったよ。テラノーグもちょっと来ちゃいなよ、もう。もうこの流れでもう来ちゃいなよ。行きます。ここは全然多分回さなくてもいいんだろうね。回さずに、レベルアップにワイポ使っていってもいいんだけども、俺はあえて回す。だって確定って来てるからね。この流れを維持したまんま、来い！うわあ、まあ、金がいくつ？一つか。一つでしたか。でも、まあ、まだ期待はできるよ。金以外をちょっと押していくね。マンマミイラ。で、これはケチらし？お、これ新しいやつだ。おー！ホゲホエールだ。映画に出てきたね、ボス的なやつ。で、こっちは何ですか？お、また新キャラ。まあ、そんなにね、おーいしょ！嘘！出てきた！生ハゲ王出てきた！え、キラーでしょ？生ハゲ王も。やった！今回のイベントやばいぞ！いや、キャラがね、結構今回の多いから、心配してたんだよね。これはまた7つの大罪のね、二の舞を踏むやつかなと思ってたけど、え、これそんなことないかもしんないよ。はい、ここは、なんだ、まあ、新キャラ。はい、懐かしいのが来たな。じゃ、最後。金をいきます。来い。あ、もうお前か。でも、生ハゲ王が出てきてくれて、嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと待って、今回の、生ハゲ王と、人魚レディ、どんな感じなんですか？あ、最高だ！決戦の間で、活躍する人魚レディ、生ハゲ王。最高だね。バイカッパーはまあダウンなくてもいいか。いい。で、あ、なるほどね。最終決戦のところで、ダメージアップはテラノーグなんだ。ダウンがアースマンか。でもテングザラインは入手できそうだから、ダメージダウン2つあり。で、さらに、技ゲージの吸収無効もついてるから、いいね。うん、テラノーグもできれば欲しかったけども、まあ、今回のイベント、意外といけそうです。はい。ではね、頑張っていきます。それでは、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいやー